はい、シローです。今回もですね、東京新聞のウェブ版の、ニュースから、ちょっと面白いニュースですね、をピックアップしていきたいと思います。まあ、ここにもね、ちょっとタイトルで出てますけども、原発即時ゼロ法案、小泉元首相ら野党連携へというニュースですね。やっぱりエネルギー問題というのは、この政治の話というのと結構密接な関係をしてまして、まあ、今の安倍政権というのもですね、原発の再稼働を進めている政権なんですけども、まあ、それにね、反対する野党連盟というのがですね、できつつあるなということのニュースでもあります。非常にね、私なんかは歓迎するニュースなんですけども、どういったことをやってるかということをですね、ちょっとニュースの解説で読んでいきたいと思います。脱原発や自然エネルギーを推進する民間団体、原発ゼロ自然エネルギー推進連盟、原自連は、10日国内原発の即時廃止を目指す原発ゼロ自然エネルギー基本法案の行使を発表した。国会内で記者会見した顧問の小泉純一郎元首相は、安倍政権で原発ゼロを進めるのは難しいと断言し、他の勢力を結集し、脱原発を進める意欲を強調した。同様の法案提出を目指す立憲民主党など野党も連携する意向で、国会内外で脱原発に向けた法案提出の機運が高まったということですね。法案の基本方針には、運転中の原発を直ちに停止し、停止中の原発は今後一切稼働させないと明記。原発の新増設も認めず、核燃料サイクル事業からの撤退も盛り込んだということです。ここはポイントですね。基本方針、運転中の原発を直ちに停止し、停止中の原発は今後一切稼働させないと明記。原発の新増設も認めず、核燃料サイクル事業からの撤退も盛り込んだということで、これは何を意味するかというと、もう完全に原発、原子力というエネルギーから撤退しなさいよという明記ですよね。ここが私すごくポイントだと思うんですよ。なんかね、曖昧な部分を残しちゃってることが一番の問題であって、ドイツとか他の先進国もですね、こういった方針をバーンとやっぱり出してるんですね。特に私はドイツが結構大きく方針として出してるんですけども、まあ、前々回の確か東京新聞の社説でですね、COP23 でしたっけちょっとね忘れましたが、フランスのパリ協定ですよね、あれのニュースの内容にもありましたけども、世界的な機運としてもう脱炭素、脱原発というエネルギーシフトですよね、そこの部分にシフトしていく上では、まあこっちの方向にですね行くのは当たり前というか、もう今後ですね、こんなものに投資するのはアホだよっていうところまで行ってきてるわけですよね。はい。で、ここもポイントなんですけど、今後は太陽光や風力などの地熱エネルギーに全面転換し、2030年までに全電力の 50% 以上、2050年までに 100% を目標に掲げる。国には責務として目標の達成に必要な措置を求めた。今後、各政党に法案への賛同を促し、22日に召集予定の通常国会の提出を目指すということですね。これもすごいですよ。もう完全にね、ここも数値目標を出しているわけですね。2030年までに全電力の 50% 以上、2050年までに 100% ですね。これは別の記事というか、科学誌に載ってた記事でもあったんですけども、全世界がですね、こういった運動に完全に目標を持っていく、太陽光とかね、風力などの自然エネルギーに全面転換ということを、完全にね、政府から何からですね、方向を同じにしてやっていくとですね、2030年ぐらいまでには本当は 100% って可能なんですって、自然エネルギー 100% にね、持っていくっていうのは。ただ、まあ、いろんな抵抗勢力があるので、そこは難しいんだよというところです。はい。どんどん読んでいきますね。脱原発をめぐっては、立憲民主党が同様の法案提出を目指す。原自連は法案発表後、立憲民主党幹部らと意見交換して連携を確認。今後、希望の党など野党各党との意見交換も予定する。
安倍政権は原発再稼働を進めてきたが、東京電力福島第一原発事故から3月で7年を迎えるのを前に、政党と民間との間で脱原発を目指す連携が再び強まる。小泉氏は10日の会見で、自民党には安倍晋三首相が脱原発政策を進めているから仕方ないなという議員が多いだけ、来るべき首相が原発ゼロを進める方針を出せばガラッと変わると、野党がどう出るかだとも指摘し、自民党総裁選や国政選挙で原発政策の争点化に期待を寄せたということなんですね。まあ、ここまでね、安倍さんが、まあ、やってるからっていうところで自民党内のね、エネルギーがこっちに向いてるっていう、原発政策の方にね、向いちゃってるってところあるんだけど、まあ、来るべき時がね、来れば、ガラッと変わると。まあ、これね、世界的な、こういう、ね、部分を読めば、当たり前のことなんですよね。原子連会長で、城南信用金庫顧問の、吉原、剛かな、氏も、会見で、自然エネルギーへの転換に関して、経済界としても大ビジネスチャンス、テロで原発が狙われることもなくなると。ここでね、経済界としても大ビジネスチャンスというのがポイントなんですよ。エネルギーシフトが行われるっていうことは、もちろんですね、原料を自然エネルギーから取っていくってことですよね。ということは、エネルギーの、コストっていうのはですね、最終的にはかなり下がるというふうに、いうことなんですよ。今はね、設備への投資ですとか、メンテナンスの投資とか、あるいは効率化っていう部分がなかなかですね、進んでいかないということはあるんですけど、そこに対するビジネスチャンスというのも当然出てくるというのは分かりますよね。今後はそっちの方にシフトするわけですから。今使っている、石油のね、火力発電ですとか、原子力もそうですけども、そういったものが全部置き換わるってことですから、新しいものをどん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 建設するっていうチャンスが出てくるわけですよ。でね、私もこの動画群で、お話ししておりますけども、例えばね、稲作と、ね、太陽光発電の二毛作とか、ああいうのだってもう地方では起きてるわけですよね。で、そこに、今は、自治会とか、あるいは、その NPO ですとかね、そういった活動してる人たちが、まあ、なんとかやってるっていうところなんですけども、あ、投資としてね、ビジネスとしても完璧にこれ回っていくんだっていうことであれば、いろんな、ところ投資家も含めてですけど、企業とか、そういったものがね、やるはずですよ。ね、例えば原発から来るエネルギーにね、ものすごい税金をかけるとか、そんなのだって可能でしょ？方針が変われば、ちょっと考えればそういうことになる、なりますよね。で、テロで原発が狙わなくなることもなる、狙われることもなくなるっていう部分に、まあ、ポイントもありますし、まあ、なんでこんなね、非効率なことをやるのかっていうところですよね。前々回の社説、東京新聞の社説でもね、お話ししてますけど、一気新増設するときにね、1兆円ですよ。1兆円ですよ。で、しかも、なんか事故が起こったら、ね、周りの人たちの迷惑って言ったらとんでもないじゃないですか。ね、日本国内でだけじゃなくなりますよ、今度。例えば日本海の福井のね、原発とか、ああいうのがね、壊れた場合どうなります？ね、海を通して、朝鮮半島ですとかね、中国の方にも大迷惑かけるわけですよ。もちろん海に住んでる生物なんかもね、もう食べれなくなるわけですから。ですよね。ほんとそうなんですよ。福島のあれ見てください。まだずーっとね、地下水の問題が出てて、汚染水って出っぱなしですよ。うん。だから早くね、石棺みたいにあれだって閉じ込めていくしかないんですよ。そんな方法しかないんですよね。うん。ちょっと幼稚な方法だと私も思いますけど、放射能を殺すって言ったら変な表現ですけど、無毒化する方法っていうのは未だにないわけですからね。だから、まあ、ここにも書いてありますけどね、核燃料サイクルって、これが意味ないよってことで、最近もう言われてるわけじゃないですか。陸奥、青森のね、陸奥市の方にまたこれの核燃料のね、廃棄物をね、持ってって、これ生かしてやれよっていうふうなことをですね、関西電力の人たちが言ってましたけど、それ拒否してましたよね。もう無理なんですよ、これも。世界的にはもう無理なんだっていうところ。あるいはやろうとしてもですね、ものすごく手間とお金がかかる。うん。
で、そこに働く人たちはもう放射能を浴びまくりますから、まあ、いずれはね、がんになってっていうことになってくるわけですよね。そういった無駄がどん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 出てくるものに、なんでそんなに投資をするんだっていうふうに、もう世界ではガラッと変わったわけですよ、すでに。日本だけがぐちゃ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 やってるわけですね。はい。あ、ここをどんどんね、読んでいきます。原子連は昨年4月に発足し、200以上の民間団体や企業などが加盟。10日の会見には小泉氏とともに、顧問を務める細川守弘元首相らも出席したということです。で、なんで再稼働が必要なのかというとね、経団連次期会長は言ってるわけですよね。からっていうのもあります。国内の原発40基のうち、現在再稼働しているのは、関西電力高浜原発3、4、5基、福井県と、九州電力仙台原発1、2号機、鹿児島県の計4基。政府は原発を重要なベースロード電源と位置づけ、他の原発も再稼働させる方針、経済界も再稼働は必須と、安倍政権に歩調を合わせるというふうに言ってるんですよね。で、まあ、ここ、経済界としてもっていうふうに言ってる意見と、こういう経団連なんかはね、やっぱり言ってるっていう部分で、どっちが正しいのっていう部分ですけど、まあ、これはちょっと考えればよくわかるわけですよね。私もこの動画群の中で散々言ってますけども、やっぱりこの電気を作るというものにね、命をかけちゃいけませんよということですよ。ね、命をかけるってことですよ、原発に関しては。で、日本にはね、こういった核の、そういう負の部分を受け続けてきているのに、なんでみんな忘れちゃうのかなっていうのは、私は全然言い理解ができないんですよ。広島行ってね、落とされた核の影響っていうのを見てくださいよ。ものすごいもんですよ、あれ、本当に。で、あれがね、長年続くんですよ。私は、そのね、核ですよね、核爆弾の、爆風とかですね、その影響を受けた人たちの、人生を何人かね、本当に見てきたこともあるんですね。仕事上でちょっとそういう関係を持った人もいらっしゃるんですよね。まあ、確かにですね、医療費はタダですよ。もうずっとその何か影響が出たから、出てからはですね、ずっと、いわゆるその原子力、なんかね、手帳があるんですよね。うん。で、それに記載された障害手帳みたいなもんですけども、方はですね、もう永久にゼロです。その代わり何か症状が出た場合に、薬だの何だの、手術だの何だのっていうのは、ガンガンにやられるわけですよ。なんでかわかります？ね、原子力をそんなに受けて出てきた病気に対して、いろいろ対策したい人たちがいるんですね。それはね、無料でも、いいんですよ、医療費なんかが。だって研究材料ですからね。要はね、モルモットとしてしか生きていけないんですよ。わかります？これ、本当にひどい言い方かもしれないですけど、本当そうですよ。ね、アメリカは、これ言い方変えるとですね、いまだにですね、その核爆弾を人に対して落っことしたっていうのは、広島と長崎の2回、これ世界中に向けてもその2回はなわけですね。で、そこで壮大な、人体実験を行ったっていう形でもいいんですよ。戦争を終わらせるという名目の上でね。私はそう考えてるんですよ。で、その人たちが、戦後ね、70年とか80年とか、もうそろそろ経つ中で、ずっとですね、苦しみながら、モルモットを続けてるっていう事実ですよね。恐ろしくないですか、そんなの。だから私ね、原発でぶっ壊れた場合にですね、誰か、やっぱりその住んでる人たちっていうのもいらっしゃいますしね、まだ福島の近くでも。あれ、壮大なんで人体実験が行われてるんじゃないかなって私は思うんですよね。だからこういうふうに再稼働させたい人たちは、そういう方針をどっかで見てるんじゃないかなって一つですよ。これは私の個人的意見でもあって、全然間違ってたから、その方がいいなと思うぐらいです、本当は。でも、そうとしか思えないですよね。他にもいろんな原因はあると思いますけどね。まあ、そういった犠牲を日本が払ってるわけで、それをなんで続けなきゃいけないのっていうことなんです。私が言いたいのは。いい加減目を覚ましましょうよということなんですね。そういうことをやりたい連中がいる中で、ね、こう再稼働が行われるっていうだけで、ものすごくやっぱりリスクが大きくなるわけですよ。
またモルモットを増やすのですかっていうことです。ね。ほんとそうですよ。こんなのね、だって他で事故が起こったチェルノブイリ見てりゃわかるじゃないですか。ずっと住めないんですよ、もう。ね。結局原子力発電所の放射能が静まるのをずっと待つしかないです。ああやって石棺でね、抑えて。未だに放射能をね、無毒化する方法っていうのはないわけですよ。そんな研究したって意味ないじゃないですか、こんなことをやれば。やめなければ、やめりゃいいんですよ、こんなのね。というとこですよね。はい。まあ、ちょっとね、怒りに任せていろんなこと言ってしまったんで、論理が回ってないっていうのはわかります。だけど、ちょっと最後のね、文章を、お話しして終わりたいと思うんですけども、国内の原発、ここは読んだんですね。稼働中とは別の10基について、原子力、規制委員会が新規規制基準に適合していると判断し、このうち関西電力大飯原発、3、4号機福井県と、九州電力の玄海原発3、4号機佐賀県が3月以降に再稼働する見通しと。また再稼働出ちゃうんですね、これね。一方、適合と判断された四国電力飯方原発3号機愛媛県については、先月広島高裁から今年9月末までの運転を禁じる仮処分命令が出された。言い方を含めて全国14の原発をめぐり運転差し止めを求める訴訟が起こされているということですね。ほら、やっぱりそういうことですよ。訴訟が起きてるんですよ、もう。菅義偉官房長官は10日の記者会見で安全性の確認された原発のみ、地域の理解を得ながら、再稼働を進める政府の一貫した方針は変わらないと強調したということでね。これは本当なんですかってことですよ。経団連の次期会長に内定した原発メーカー日立製作所の中西弘明会長も9日再稼働は必須との考えを記者団に示したということで、まあ、大きなこういった流れを作るね、こう日立ですとか、政府ですとかっていうところのね、部分があるわけですよね。で、最後にね、まあ、こんなことやっても本当は意味ないよっていうところを改めて強調した部分は、もう、私ね、常に言いましたけれども、やっぱりこういった方針を早めて、ボーンと言った方が、日本のいろんな、方向性としてね、分かりやすいんですよね。まあ、これはね、本当に実現してほしいなと思っております。原発ゼロ、自然エネルギー基本法案の行使のポイント。全原発を即時停止、新増設を認めない、は認めない。使用済み核燃料の中間貯蔵と最終処分の抜本的計画を国の責任で策定、官民挙げて実施ということですね。まあ、ここもやっぱり処理をね、しないといけないんですよね。核燃料サイクル事業から撤退、原発輸出も停止、中止ということですね。これね、原発を今度ね、イギリスで作ろうかなんてっていうこともね、起きてるんですよ。日立の方でね。やっぱりその、今までやってきたことをね、どんどん生かしたいっていうのもわかるんですけど、もうね、こういう死のエネルギーですよね。こんなのは早くやめた方がいいんですよね。再生可能エネルギーの発電割合を2050年までに 100%。これも大事ですよね。こういう方向性が見えると動きやすくなるじゃないですか。やっぱり会社、他のね、日本国内の企業とか、あるいは働きてみたいっていう人たちもですね、あ、そういうことをやってみたいなっていう人がどんどん増えると思うんですよね。これが出てくるだけで。こういうふうにやるんだっていうふうに政府が出してきてるわけですからね。方向性が決まれば一気にこれ変わるんじゃないかなって私は思ってるんですけど、やっぱりね、原子力を続けるっていうのはもうほとんど損でしかないんですよね、いろんな意味でね。それを、なんでやんなきゃいけないのかっていうところ。だから本当は、私は原子力に関わってる人たちが、早くね、目覚めて、もうこんなね、アホらしいことやってらんねえよっていうふうにですね、早くやめていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。それしかないじゃないですかね。まあ本当にこの廃炉に向けていく事業以外のことはですね、もう意味ないよっていうふうになってくると、変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、私たち一人一人もですね、いや、対岸の火事だしとか、何か言ってもしょうがないじゃないかっていうふうに感じるかもしれないんですけど、でも、あなたはどうですか？毎日電気使ってませんか？ね、電気がどこから来てるのかっていうのを意識したことありませんか？だから、やっぱり一人一人のこういった、考え方ってもですね、私すごく大事だなと思ってるんですよ。毎日使う
蛍光灯ですとかね、あるいは暖房のための電気ですとか、いろんな電気っていうのはどこから来てるのか、で何からできてるのかっていうのを知らないと、ね、こういった意見っていうのは言えないとは思うんですけども、知ってじゃあもしですよ、選択できるんであれば、原発から作られてない再生可能エネルギーからね、作られた 100% そこから作られたエネルギーを使えるチャンスがあるとしたら、即時そっちに移り変わるよっていう準備をできるじゃないですか。私はそういう選択肢ができたらやりたいですよね、まずは。で、もしね、お金の余裕のある方なんかは、屋根にですね、太陽光発電なんかを設置してもいいでしょうし、地域でそういったエネルギーのね、関心が上がってるならそういったものに参加するのも一つですし、まあ、原子連というこういう団体がね、もう200もあるってことですよね。ここに載ってましたけども、200以上の民間団体や企業っていうのね。こういったものにですね、投資をするっていうのもあれですよね。私はこの動画の中でも、自然エネルギー 100% を目指す会社がね、3.1 日の地震の以降できてますよっていうところで、そこに投資することもできるじゃないですか。じゃあそういった活動っていうのをですね、地道に地道に続けていけば、やっぱり一気にこれ変わるなっていう部分もあるわけですね。で、日本の今ちょっと閉塞感のあるその経済界に対してもですね、再生可能エネルギーにバーンとこうシフトするよっていうふうになってくると、やっぱりかなり変わるんじゃないかなと思いますね。投資効果っていうのもかなりあります。で、世界はもうそっちの方に動いてますから。ね。だからそこの部分でまた日本の技術力が発揮できるとすごくいいんじゃないかなと私は思うわけですね。はい。ちょっとまた怒りに任せてですね。なんか声をずっとこう喋ってしまったんですけど、多分脈絡ないことを言ってる部分もあると思うんですけども、まあ皆さんでね、ぜひ、こういったニュースからもですね、考えてほしいなというところです。いろいろな方向性がある中で、やっぱりこういったバーンとこう出されたエネルギー、原発ゼロ、自然エネルギーへのシフトっていうのがですね、ものすごく大事だよっていうところです。これ日々の生活に関わってくることですから、やっぱりね、考えなきゃいけないなということです。で、この、私もっと持って言いたいところの最後の一つにですね、やっぱりこっちの方に未来があるよってことなんですよ。今ね、日本に住んでてね、なんかこう、閉塞感がすごいですよね。生きててなんか本当に息苦しいっていうか、つまんないなと思うんですけど、ここだけは唯一ね、光が見えるところなんですよ。なぜかっていうと、エネルギーが自然界から取れるようにシフトしてくると、確実にコスト下がるはずですから。で、エネルギーに関してですね、今後、こういった方向性がより早く来ることによって何が起きるかっていうと、おそらくですね、今の半分以下にコストが来るのは間違いないと思います。まあ、それは早かれ遅かれですよ。で、エネルギーに関する、意識というのがですね、水とか空気みたいな感じで、まあ、いつでも取り出せるよねっていう感じで、もっと安くなって気軽になるんじゃないかなと思うんですね。だって、それぐらいですね、この幅が広いというか、今後に流れていくメリットっていうのはすごく大きいと思うんですよね。私はそう思ってます。これ、ものすごい時間かかると思うんですけどね。だけど、エネルギーにかかるこういった問題っていうのがものすごく勢いで解決していくなというところです。で、日本もですね、エネルギーが、すごく少ない、資源が乏しい国って言われてますけど、こっちに変わることで、豊富なエネルギー立国だっていうのがね、こうやっぱ出てくるんですよ。そんなにね、どっからでもエネルギーなんか取り出せるよっていうふうになってくるわけじゃないですか。これは水素の関係もそうですし、燃料電池もそうですけども、あるいは風力、波力、張力とかですね、海からのエネルギーっていうのをもっとうまく使えるようになったりとか、あるいは太陽光だけだって相当な数がもう出てきてるわけですよね。で、高効率化も行われてくるし、風力だって洋上風力も考えるとすごいエネルギーができてくるんですよね。だから、本当にですね、まあ無料に近い値段でエネルギーがいつでも取り出せるよっていう世界、世の中になってくると、非常にね、生きてる中ですごく楽しいじゃないですか。で、今ね、私はまだいないんですけども、お孫さんとか、お子さんがいらっしゃる方にはですね、ぜひ伝えてほしいんですけども、
そういった未来をですね、そういった次世代につなげていくっていうのもすごく大事なことなんですよ。ね。これは私も関連しているよくご年配の方なんかにもですね、言ってるんですけど、やっぱりね、こういう世界すごく大事ですよねっていうお話をする機会もあるんですね、たまに。いや、でもね、私がもう亡くなる頃にはこれもうね、関係ないから、原発再稼働嫌ですねって言ったりもするんですけど、いや、私がね、もういくら言ったって、どうせ死んじゃうからいいんだけど、とかですね、いう話があるんですよ。でもね、お孫さんとかお子さんなんかにですね、自分の資産をこう残すっていうのもすごく大事なんですけど、こういう考え方とか、こういう生き方とか、こういうものを残していくっていうのはすごく大事じゃないかなって私思うんですよ。で、若い人ね、そこまで考える余裕ない人が多いと思います。別にもう流されちゃって生きてるっていう人がね、本当に多いと思うんですよ。だけど、ここで踏ん張ってですね、みんなで、いろんな形で、まずはこう知るってことはすごく大事なんで、こういった動画で私はお話ししてるんですけども、何かしらでね、こう活動を促していくっていうことはすごく大事なんですね。運動を起こしていくっていうところ。で、これがもし実現できる社会っていうのは、すごく未来にとっていいんじゃないですか。光が見えますよね。うん。いつまでもその福島の原発事故を引きずるっていうんじゃなくて、やっぱりこんなもの一切やっちゃいけないんだっていうことになるだけでも全然やっぱり違うと思うんですよ。で、世界ではそういったね、流れが来てるわけですから、日本の中でこういった原子力に関する、あるいは核に関するね、負の部分を見続けてきてるのに変えられないわけがないんですよ。うん。負の部分を受けてる人はものすごくいっぱいいるわけなんですから。それでもやりたいっていうのはやっぱりどっかおかしいんですよね、見方が。と私は考えます。うん。原子力に関わってる人たちだって、どっかおかしいなと思ってる人必ずいると思うんですよ。で、今はそっちのね、こっちの部分の意見が大きいし、強いかもしれないんですけど、必ずね、これガラッと変わると思ってます。ここにもね、小泉元首相が言ってますけどね。ここですよね。来るべき首相が原発事業を進める方針を出せばガラッと変わるっていうことですよね。まあ、こういった機運に向けて、皆さんで一人一人が考えていくっていうのもすごく大事かなと思っております。まあ、余計なお世話かもしれませんけどね、それを感じてるんであれば、ここまでね、こう、東京新聞とかですね、この地方紙ではありますけども、こういった新聞もですね、発表してきませんでしょうしね、いろいろとこう皆さんで、こういった話題をね、上げていくっていうのは私すごく大事だと思うんですよ。いろんな場において、ちょっとこういう話題考えてみようよっていう話ができるだけでも、全然違うと思うんですね、私ね。なんかタブー視して、なかなかこういう話をしないと思うんですよ、周りの人と一緒にね。だけれども、いろんな意見があってもいいと思うんですよ。いや、原発再稼働した方がいいでしょっていう話も出てくると思うんですよね、その中では。じゃあなんでっていうところです。私はそれに対してね、いろんな意見がありますし、私はこっちの方向で行った方が絶対いいなと思ってるんですけど、中にはそう再稼働した方がいいよっていう人もいると思うんですよね。じゃあなんでっていう議論をすることがすごく大事かなと。意見を言い合って、なんでなんだろうって、なんでお前はそういう考えなのっていう意見を聞くだけでも私はいいと思うんですよ。そういう意見があるんだなと。じゃあ原発の再稼働をしたいならあれば、原発で働きたいのと。原発から来るエネルギー使いたいの。それによってどれぐらいお金かかるのとか考えたことあるっていう形ですよね。うん。世界ではどういう動きになってるか知ってるのとかですね。まあ、喧嘩にならない程度にそういった議論をするのもすごく大事かなと思うんですよね。うん。だって、なんで原発が再稼働した方がいいかっていうふうに考える意見、プラスの意見なのかもしれないですけど、そういうのを知るのもいいですよね。実は知らないことがいろいろあるのかもしれないですけど、私たちは。まあでもどう考えたって世界はそういう方向に来てるわけなので、まあ間違った方向だと思うんですけども、大体そういう人たちの、どっかのほころびが出てくるわけですよね。で、実は、日立の社員だったとかね、そういうことがあるかもしれないですよね。日立の関係に、ね、親父が就職してるとか、ね、そういうことがあるかもしれないですよ。でもそれはそれで、あ、そうなんだと思ってね、わかるわけじゃないですか。あ、力関係なんだとかね。はい。
まあ、最後はちょっと余計な話をしてしまいましたけれども、やっぱりね、こういう話ってすごく大事だと思います。で、僕はね、ポイントなのは、東京新聞でしかちょっと今、こういう記事載ってなかったんですけど、皆さんの中でもですね、こういった、種類の意見、メディアが取り上げてきている部分を拾い上げて、自分自身で考えてみていただくのもいいかなと思ったんですね。はい。今日もですね、長いちょっと動画になってしまったんですけれども、ぜひね、こういった動画からですね、皆さん一人一人でちょっと考えるきっかけになればと思いますので、私個人的な意見だけではなくてですね、周りの意見、周りの皆さんとですね、チャンスがあれば、ちょっとお話をしてですね、どう思うっていう考え方でもね、全然私はいいと思うんですよね。最初はみんなね、そこまで関心ないし、別にどうだっていいよって思う人が多いと思うんですけど、エネルギーっていうのは、さっきも言いましたけど、毎日、私たち使ってるわけですから、必ずね、すごく必要なことなんですよ。だって、明日から電気止められたら大変でしょ？今から電気止められたら。ね、生きていけないじゃないですか。いろんな意味で。だから、やっぱりこの電気に関わる問題っていうのは、すごく密接なものなんですよね。だから、こういったシフト、エネルギーシフトっていうものに関して、どういう考えでいるのかっていうのは、私はすごく大事なことだと思います。うん。原始的なね、生活をして、電気なんかいらねえよっていう生き方を貫くんであれば関係ないかもしれないですけど、まあ、日本に生活している限り、それはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあ、ちょっと長くなってしまいましたけれども、こういったもののきっかけ、なんで私がこういった動画を作っているのかっていう部分も含めて、いろいろね、こう考えるきっかけになればいいなと思って、ちょっとお話しさせていただきました。ちょっと長くなってしまいましたけれども、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。